はい、どうも、荒木奈落ね、ゆうとは申します。今回はですね、テラー実況を続きやっていきたいと思います。今回実況していくのはですね、現在見えているこの、3つですね、あなたからのメッセージ、開始したのものと、マリーさんの交換日記、この中から1つ選んで、やっていきたいと思います。どれをやるかと言いますと、デレ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 デン、こちらです。これなんて読むのかな？なんて読むのかな、これ。開始したの物音。ちょっと読み方間違ってたら申し訳ないんですけど、開始したかな？開花の物音。開花って読めますね、ここから。ママ、勉強してるの？しおり、してるよ。志保は？やってる。しおりが主人公で、お母さんですかね。お母さんが二人に勉強してるか聞いてますね。離れたところから聞いてるって感じですけど、どこでやってるんでしょうね。本当に？またスマホばっかり見てたんじゃないの？まあ確かに。これやってるからね。これやってるから確かにスマホばっかりやってんじゃないのって思われても仕方ない。してるって言ってるじゃん。ならいいけど。そういえばしおり。何？昨日ベランダ開けっぱなしで学校行ったでしょう。あ、そうかも。最近空き巣多いらしいから気をつけなさいよ。わかってるって。そう言っていつも忘れるじゃない。ごめんって。志保もよ。あなたたちいつも戸締まり忘れるんだから。わかったよ。これ何を見せられてるの？何を見せられてるの？ちゃんと繋がるんだよね。ちゃんとストーリー繋がるんだよね。信じて読みます。勉強しなさいね。パパが出張でいないからって遊んでばかりいないで。はいはい。しおりもよ。テスト近いんだから。はいはい。なんかメロうるさくない？メロ。ねえ、めっちゃワンワン鳴いてる犬。犬かな？知らない人来た時くらいしか鳴かないのに。泣かない？ああ、まあ泣かないというか。だよね。誰か来ても家族いれば泣かないし。なんか暴れてる感じもするよね。どうしたんだろう。ママ。え？ママ？どういうこと？誰か来てるの？メロ吠えてる。メロっていい名前ですね。メスかわかんないですけど、メロっていい名前ですね。メロってあれだな。デスノートのニアとメロだな。懐かしい。関係ないけど懐かしい。メロいたな。爆発で死んだけど。懐かしいわ。集中できない。あ、集中、あ、ごめん。集中できないよね。ダメ。あ、はい。ダメ。ママスマホ見てないみたい。もう何なの？さっきからピコンピコンって通知来てうるさいんだけど。あ、やっと反応した。ママ、うるさいよ。うるさいのはそっちでしょ？スマホしてないで勉強しなさい。これ共通の、あ、送ったけど来ないってことは共通ではないか。個別で志保が送ったのか、さっきは。だからうるさいって。何をその言い方は。二人のために言ってるんじゃない。そうじゃなくて一回がうるさいの。一回って何よ。メロ吠えたり暴れたりすごいんだけど。ママ下にいるんでしょ？静かにさせてほしいんだけど。え？勉強しなさいしなさいって。これだけうるさかったら勉強も何もないよ。一回って、ママ今買い物に来てるんだけど。え？え？いや、絵ですよ。絵しかねえ。これは絵しかねえけど。絵から絵来て、絵の俺の絵っていうね。めっちゃ絵言いましたけど、最後。怖いねえ。やっぱこのぐらいの感じがいいですよね。こういう普通の感じが、普通のこの怖い感じ、短い感じ。いいですね。返した。だから勉強してたけど、
これがわかんないんだよな。あ、知らない人来たぐ、時ぐらいしか。うん、なるほどね。ここ伏線だったってことか。なるほど。これどういうことなんだろう。勉強しなさい、勉強しなさいって、これだけうるさかったら勉強も何もないよ。っていうのも言ってたってこと。メロ吠えたり暴れたりすごいんだけどはわかるんだけど、このしおりの勉強しなさい、しなさいってこれだけうるさかったら勉強も何もないよっていうのは、メロは言わないよね、さすがにね。うん、吠えたり暴れたりしても。さすがに、勉強しなさい、勉強しなさい、勉強しなさいってさすがにね、犬でもいきなり言えないと思うので。まあ、だから、その侵入者が言ってたんだとしたら、それはそれで怖いよね。だから勉強いつもしなさいって言ってるのを知ってるってことだし。あ、そうか。昨日ベランダ開けっぱなしで行ったから。ここか。ここに繋がるんだ。ここ。昨日ベランダ開けっぱなしで学校行ったでしょ。行ったでしょ。この語尾めっちゃ噛むな、今日。昨日ベランダ開けっぱなしで学校行ったでしょ。なんで噛むな。噛むな、俺。うん、ここね。ここが伏線になってた。いや、うまいね、伏線。うん、これはお見せいたしました。短いけども面白い。まあ、普通、なんか、いたって普通なんですけどね。普通な感じなんだけど、伏線がうまかったと思います。ホラー短編、家族。皆さんもね、まあ、共同生活をしてたりする場合はですね、このようなことがないように、どこにいるか、しっかりね、質問、まあ、聞いたりしながら、はい、頑張ってください。万が一ね、知らない人が入っていて、気づかずに襲われる、いきなりもう逃げ場のない状況になるなんてことがないように、気をつけください。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。感想やアドバイス、タイヤゲーム実写などのリクエストを受け付けておりますので、ぜひともコメント欄に書いていただけると嬉しいです。チャンネル登録、横の通知ボタンオンにしていただくことと、Twitter のフォローね、私の前、YouTube のチャンネルの概要から、3つのアカウント名確認できますので、その3つに分かれた歌ゲーム実写、本画家ですね。こちらフォローしていただ、好きなアカウントフォローしていただけると、最新の動画見やすくなると思いますので、ぜひともお願いいたします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。